はい、トーマです。こんばんは。ディスコードに来てます最新のお知らせを見ていきましょう。まずは潜在覚醒のお知らせが来ております。来月9月に潜在覚醒の解禁を予定している選手を紹介いたします。変更になる可能性はございますので参考までにお願いします。まず9月上旬ですね、全日本のジュニアユースヒューガ、そして全日本ワールドユースの赤井とめやと新田俊と、なので全日本系は9月上旬、そして9月中旬アルゼンチンガルバン、そしてブラジルのワールドユースアルベルトで、9月下旬アルゼンチンのジュニアユースアラン・パスカル、そしてイタリアワールドユースのサルバトル・ジェンティーレと、まあ、あの名前だけ見ても誰なのっていう感じかと思うんですけど、はい、このキャラクターたちが来るみたいです。なので日本選手が9月上旬で、ガルバンとアルベルト、こちらに関しては中旬で、パスカルとジェンティーレが下旬という感じですね。はい、まあ、フェスキャラとかも含まれますので非常に楽しみかなと思います。まあ、特にジェンティーレ、パスカル、まあ、この辺はフェスですよね。でさらにガルバンとアルベルト、ドリコレですね。で、まあ、ジュニアユースとワールドユースのこの日本選手ら辺がね、どうなのかっていうところなんですよね。で、まあ、どんなキャラクターだったかっていうのを簡単に見ていこうかなと思うんですけども、はい、こちらですね。まず、ヒューガくん、9月上旬に来るヒューガくんに関しては、ドライブタイガー、ツインのジュニアユースのヒューガ、コンビネーション、翼の特技がついておりました。まあ、パス値が比較的高いヒューガくんというような感じでしたね。なので、まあ、この辺、まあ、即属性なんでね、個人的には、はい、楽しみではあるんですけども、どうなのかというところです。はい、続きまして新田くんですね。こちらの新田くん、だいぶ前に出た日本選手全パラ 10% みたいな感じだったかなと思うんですけども、国籍リンク日本というキャラクターですね。メイン技はハヤブサシュート、まあ、ちょっと技的に使えるキャラではないんですけども、ドリブル値とかそれなりに高かったので、まあ、この辺がどんな感じでブーストするのかなというところですね。まあ、ちょっと前回の松山くんとか児童くんみたいな、そういうデバフっぽい感じ、どうなんでしょうね。デバフっぽい感じじゃない方が個人的にはいいのかなというところです。そして上旬、9月上旬に来る日本のキャラクター最後、赤井とめやですね。まあ、完全にパスカット移植要因になってたかなとは思うんですけども、カジバの一撃 30% のキャラクターと。まあ、これは一つ化ける可能性はあるかなと思ってて、まあ、根性とかが付与されて、まあ、あの非常に使いやすくなった、まあ、性能的に使いやすくなれば、もしかしたらフェスとかにとって変わってこれる可能性っていうのは、まあ、ワンチャンあるのかなというところですかね。まあ、今後つく潜在系っていうのは、絆がそれなりに、まあ、デバフ系じゃなければブーストされる可能性もありますから、4% ぐらいつけてもらえればワンチャンあるのかなというところです。はい、続きましてガルバンくんですね。9月中旬に来るガルバンとアルベルト見ていきましょう。こちらに関しては非常にステータス出た当初は高かったですよね。で、特にタックル値が非常に高いという選手になってます。で、まあ、特技としては国籍リンク中南米、まあ、この辺が使いやすくなるのかなというところです。そしてこちらがドリコレのアルベルトになってます。9月中旬、まあ、ステータス的にはパスカット非常に高い、そしてあの自動パスカット強化なので、まあ、この辺が強化されるの、まあ、さらに強化されて 100% になるとか、まあ、そういう可能性もあるのかなというところですね。なので、まあ、この辺はドリコレですので、ガルバン、アルベルト、まあ、絆もブーストしてステータスも上がってくれば非常に、まあ、特技含めて、まあ、あの特にアルベルトですよね、優秀になる可能性はあるんじゃないかなと思います。まあ、この出たタイミングが確かあの周年前ぐらいに出たドリコレ、もしくはでも周年前ぐらいに出たドリコレですよね。なので非常に、まあ、ちょっと不遇なタイミングだったっていうところはあったかなと思うんですけども、まあ、その辺を考えた場合にこれが強化されるっていうのは非常に大きいのかな、まあ、今の力のアルベルトと比べてどうなのかってとこかなと思います。そして9月下旬ですね。こちらのパスカルくん、これ非常に楽しみですよね。まあ、このパスカル自身、まあまあ強いんですよ。シュート8800、そしてパワーも7300あるんで、でさらに海外キラー、まあ欧州キラーか、欧州キラーなんですけど、15% 乗ると非常にシュート値は歴代パスカルの中では高い方だったというところですね。で、引く気が得意で、まあ、一番強い引く気技がついているというところなんで、まあ、ここは強化して面白そうだなと思います。まあ、ただ最近直近のフェスキャラの潜在っていうのが、まあ、ちょっと不発気味なところは雰囲気はあるので、まあ、あのいい潜在してほしいなというところですね。さあ、そしてジェンティーレフェス、まあ、こちらも非常に注目、まあ、ちょっと技移植しちゃったっていう方結構いるかなとは正直思うんですけれども、あの自動ブロック強化という特技がついてます。まあ、超新星ブロック初で、まあ、初めて超新星ブロックがついたキャラクターかなと思いますので、まあ、今のフェスを超えてくるのか、まあ、ちょっと、まあ、今の即属性のフェスジェンティーレっていうのが、なかなか絆が 2.5% っていうので、
まあ、最近使いず、まあ、強いから使うんですけど使いづらさもあるのかなというところで、まあ、そこと同じように自動パスカット&ブロック強化とか、まあ、そういったようなあの性能が付与された場合にプラス渾身 20% とかね、あの全然あるんじゃないかなと。で絆 4% みたいな、そういうところは期待してもいいのかなというところです。はい、楽しみですね。はい、それでは残りフィードバック見ていきましょう。 RNG 対応の件ですが、フレマとグルマのみだけでなく全てで表示されるようにしていただけないでしょうか。フレマとグルマをプレイしない層も一定数いると思うのでぜひお願いします。またアンケートもディスコードのみでなくアプリでも取れるようにお願いします。木本さんから、ご意見ありがとうございます。先週コメントさせていただいた通り懸念事項もありますので限定的に実施したい思いもあり、使用期間についてはフレマグルマのみ、アンケートはディスコードで実施とさせていただければと思います。アンケートの結果やご意見を参考にさせていただき、本リリースが確定した際はフレマグルマ以外の多機能への展開も考えておりますというところですね。 RNG の、まあ、グラフ出すっていうやつですよね、まあ、こちらに関しては、まあ、使用期間を設けるっていうのは非常にいいことかなと思います。あのいきなりバーンやってね、あの失敗するよりは順々にやってった方が、まあ、それでいい悪いっていうのをみんなで判断すればいいのかなというふうに僕は思いました。はい、続きまして、皆さんこんにちは。周年のミキサーが非常に良かったとみんなが同意できると思います。残念ながら周年しかない施策なので他の時期にいらない SSR 選手を溜まっていきます。ゲーム内で消えないミキサーを実行したら、かぶり選手が出ても溜まりすぎなくてすぐミキサーで使えるようになりますのでできればいいと思います。また金メダルで SSR チケットを交換できたらいいと思います。昔ながらのユーザーは金メダルがありすぎて必殺技を全部交換したので使う道がないです。ご検討お願いします。木本さん、コメントありがとうございます。周年のミキサーガチャは評判が良く無事に回収ができ安心しております。現時点では常設の予定はありませんが、周年以外一部のキャンペーン期間でも実施しようと考えております。メダル交換所のアイテムについては定期的にアップデートしておりますが、いただいたフィードバックを参考にさらにアップデートしていきたいと思いますということですね。ミキサーに関しては、あの周年で良かった理由としてはピックアップのキャラクターというか、あのミキサーで排出するキャラクターっていうのが割と最近のキャラクターまで含まれていたというところで、あとは古いキャラクターが出なかったのかな確か、はい、という感じだったかなと思いますので、まあ、そういった条件であればあのミキサーいいのかなと。まあ、全キャラ出る SSR チケットみたいな形でミキサーされたら、それはそれでね、あのいらないキャラ増えていきますから、あのまあ、やり方次第なのかなというところです。まあ、一定期間だけミキサーっていうのもそれはそれでいいのかなと思いますよ僕は。はい、FB、今回のライトステップガチャかなりいいですね。シュネダ君自体のことではなく無課金ユーザーでも 250dB の天井があるメダルシステムは素晴らしいことです。このままで運営していただければと思います。コメントありがとうございます。ディスコードでいただいたフィードバックをもとに実施している施策の一つです。まだ始めたばかりなので継続については検討段階です。定性的なご意見をはじめ定量的な分析を含めて継続するかの判断をしたいと考えております。まあ、この取り組みはあの優しいなとは思いました。はい、自分としても。なので無償でしっかり貯めればどこかの優勝のガチャっていうところでもメダルで取ることができるっていうので、まあ、無償でもしっかり取れると、まあ、取れるチャンスではなくて天井という形で、まあ、常設キャラクターとか、まああのまあ、限定のキャラとかでもいいとは思うんですけども、あのガチャごとにですねメダルなりなんなりで天井を設けてあげるっていうのは非常にいいことじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、一通り、まあ、今回 FB と、まあ、特に9月の潜在っていうところですよね。まあ、こちらのキャラクター、まあ、特にフェスとかドリコレ、この辺は楽しみかなと思います。まあ、個人的には、まあ、即属性のヒューガ君、まあ、この辺がどう化けるのかっていうのは、はい、気になるところかなというところですね。いつもご視聴ありがとうございます。お役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた。